はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルサブのボクエストということでドラクエやっていきましょう。ちょっと僕の日付が9月16日が最後のセーブなんで、約1週間ぶりか1週間ぶりのドラクエでございますけど、こうやって過去のこれまでの話を出してくれるのはありがたいですけれども、そうルーラストーンっていうのなくしたってなんかそこまでは覚えておりますけれどもね。でなんかそうなんちゃらって人のところに人間かのところに行って教えてもらったとこまで覚えてるんですけれども、いかんせんどうだったかな、どこまで進んでいたかな。これあれですね、もう30代超えるとこれ RPG の何ていうんですか、これどこまでやったかっていう記憶力が結構曖昧になるんで、やっぱちゃっちゃかやっていかないといけないですね。ということで、てか そもそも僕の場合録画しているんでそれを見ればいいんですけどもね、ということでやっていきましょう。多分これ次の行き先みたいなところはあれ見れば分かりますよ、なんかこう次行く場所ここですよ的な、あの僕みたいな人間の人間優しい、そう、ピリッポの家、そう、あそう、なんかピリッポインザーギとかなんかね僕行ってた気がしますもんね。どこだピリッポインザーギさん、こっちか、ここ、あ違う、なんかピリッポじゃない、そうちっちゃいあれか、プディンが泣いてかわいいな尻が、なんだこの何を見せられてんだ。参ったよ、お前が出かけてからずっとあの調子なんだ。そうですか、ちょっと外の空気でも吸ってくる、あとは任せたぜ。可愛いんだけどな、チャンピオン、チャンピオン、そうかチャンピオンだったな、可愛いな。よかった、無事だったんだね、僕すっごく心配したんだよ。はあ、賢者エイドスに会ってきたの？僕が謎を解く鍵になるはずだって言われたの？なんか言ってた気がする。何のことだろう、うん、半分僕も今そんな感じ。わかった、チャンピオンはやっぱりあいつと戦ったために、そのために記憶をなくしたんだ。んそんな、だって僕なんかのために誰と戦ったんだろう、それで死んだのかな。どうした？僕が一人で泣いてるといつも、はあ、あなたが来ていっぱいいっぱい面白いことを見せてくれたよね。でも僕、汚れの谷に出る魔物にお父さんとお母さんを殺されてから悲しくて笑えなくて、はあ、僕がごめんなさいって謝ったら僕の頭を撫でてこう言ってくれたよね。大丈夫だよプディン、村のチャンピオンは村のみんなが笑って暮らせるようにするのが役目、村の仲間から笑顔を奪うやつはチャンピオンの名にかけて。僕のお父さんとお母さんの仇を討ちに、はあ、たった一人で汚れの谷へ。なるほど。で、自分は殺されたと。多分そこでチャンピオンはルーラストーンもなくしてしまったんだね。なるほど。僕なんかのために。え？ねえ、ルーラストーンが必要なら僕が持ってるのをあげるよ。お、マジか、なんか言い方悪いな、押し付けられた、なんか言い方悪いぞこれ、堀井さん、はあ、ははあ、な、何度使ってもなくならないんだ、これいいね、あーはい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 、石碑を調べることで、そこを石碑をしっかり調べて記憶するとか、これがあれば汚れの谷に行かなくても大丈夫だよね。敵なんてもういいから、僕なんかのために命をかけないで。どうせ僕なんか嫌われ者なんだ、村の仲間じゃないんだから、僕のことなんかほっといてよ。そんなこと言うなよ、ふやけるな、ふやけるな、とろっとろってこと、しびれクラゲ先生が今のお前を見たら
情けなくて麻痺しちまうぞ。誰だしびれクラゲ先生。しびれふやけ先生。しびれふやけティーチャーじゃねえ、しびれクラゲ先生だ。ほう、え、なんだれ。ごめんなさい。そりゃお前は泣き虫でベソかきでぐずりまくりでメソメソしたガキだ。ベイビーだよ、キスだよ、チャイルドだよ、うん、でもな、泣きたい時は泣いていいんだ、うん、泣いて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 泣くのに飽きたら俺や村のみんなが、うん、必殺の一発芸でプディン、お前を笑わしてやる。笑わしてる？みんなお前のこと心配してるんだぜ。さっきだってな、お前に食べさせてくれってあの女の子がアクロバットケーキを、うやべえ、せっかくのケーキがアクロバティックな状態に。ごめんなさいピリッポさん、ありがとう。そうか、こいつが村を出る前にやりたいことってのは汚れの大ちゃんを倒すことだったのか。汚れの大ちゃん、村のチャンピオンの名にかけてプディンに笑顔を取り戻すために命を張るとはお前らしいや。でもやっぱり危ないよ。こいつの頑固さは元相方の俺が保証するぜ、うん、止めたって無駄さ、うん、無駄さ。下の荒れ地、汚れの谷の一番奥に汚れの大蛇がいる。ルーラストーンも多分そこに、北の荒れ地、北の荒れ地。お願いだよチャンピオン、僕村で待ってるから絶対に生きて帰ってきてね。おう、約束だよ。任せい。頑張れよ。頑張れよ。頑張ってくるさ。っていうことでルーラストーンを一応押し付けられたということでね。自分で調べないと登録されないので、はいはい。石碑がどんなんか気にはなるけど、今お金、俺装備まで揃えたんだよね。だからね、よしよし、やっぱ1週間やばいな記憶が。 MP と HP はこれマックスかな、マックスっぽいね。よし、じゃあ行こう、なんちゃらっていうとこに。じゃあとりあえず外に出ましょうかね。あ、この井戸はなんかありそう、井戸魔人的な。なんかね、なんだっけ俺、ドラクエじゃないけど、あれ、あ、開けてた。あ、ほんと記憶よくなくすいません。すいません、はい、素でございます、はい。なんだ、勇者ヨシヒコか、勇者ヨシヒコで出てきたね、井戸魔人の佐久間が、芸人さんの佐久間さんがねやっていた、あれが結構印象的ですけど、あれ好きだったんだけどね。なんだっけな、出てこねえ、全く違う方向行ってるし、方向音痴、気持ち悪い、方向音痴でこっちか。アイテムとか道具は、まあ、こんだけあればいいか。なんだっけな、歌。さあ、ということで北の大地へ行きましょうかね。汚れの谷到着。あれがルーラストーンか、もしかしてこれか。ルーラストーンってなんか秘跡、調べようね。何これ、何、なんか矢印が出たり消えたりしているな。これか、これが石碑か。はいはいはい、これでいけるんだね。はいはい、ありがとうございます。なるほどね、あ、色が変わるんだ。 OKOK ということで、汚れの谷、まあ、初ダンジョン、まあ、初じゃないけど、まあ、ダンジョン的なとこということでやっていきましょうかね。うわー、汚れてる。思ってたよりも汚れていた。こっちなんかあるよなって思ったんだけど、小さな骨。うわ、あそこ宝箱あるな。あ、しまった、なんだ。おお、ボンバーツ。戦えんのか、どうすっかな。 MP ガンガンでも使っていかないと、このキャラクターはあれがないからな。普通の打撃がそんな強くないからな。よし、いい声だ。よし、
あのアイテムが欲しいな。なんだろう、地図的な、地図はでも表示されてるかも、違うか。なんだろう、思い出の鈴。なんだ、思い出の鈴。あー、一回だけ使える的なあれか。なるほどね、リレミト的なあれね。はいはいはい。ちょっとこの辺は、あ、これは飛び越えらんないか。反対側行きたいな。ちょっと敵と戦いつ行きましょうか。まあボンバッタさっきメラで一撃でいけたから、もう、あ、違う違う、あ、マジだ、もう逃げなくていいの。今行こう、もう逃げちゃったらいいや。もう積極的に戦っていきたいところではあるけども、アイテムがめっちゃ落ちてるじゃん。あやかしそう。あー、しまった。あー、さっきのアイテム何だったの。まあいいか。アイテムはまたちょっと裏で回収とかしようかな。でこの辺や戦っておこう。ちょっとちょくちょくね、ちゃんとタッチ。あー、全体攻撃がないからな。ちょっとメラとヒャドで、ほんとメラで24か、ヒャドでどんなもんなんだろう。ヒャド21か。メラの方が一応3ポイント大きいか。まあでもやれるか。おお、そうか、2倍だか。40、おお、レベルあった。スキルはまだいいか。レベルやっぱ今上がんな、めっちゃ。なんか言ったね今。まあいいや、レベルもう一個ぐらい上げてなんかボス戦行きたいな。あ、ホイミンがいる。よいしょっと、骨落ちてんな。てか、あ、そう、あ、ダイジャノス出てんじゃん。あれがダイジャノスか。あ、じゃあもう場所が分かってるなら、ちょっとアイテムの回収をサクサクとしていきましょうかね。アイテムの回収が終わるまでカットしよう。カット。よし、これでレベルが10に上がったはず。よし、そしたら呪文も覚えましたね。今のドラクエって、はい、よっしゃ。今のドラクエって次のレベルまでね、なんぼかっていうのが教会に行かなくても分かるんで。あ、ラリホーいいですね。いいよ、おい、どうどう、そんなに。ってことで、ちょっと、まあ次ボス戦行くんで、何あげようかな。縦スキルとかあるんだ。でも縦スキル、この辺もだから、なんち、あ、なんかこの辺とかね、確かにビッグシールド。でもなんかオフェンス面あげたいよな。ちょっと今、両手か。この辺は、悪魔払い。こう、魔法攻撃的なものも。この辺上に行けばなんだろう、もうあれか、どこ開けようか。あ、でもそっか、まあ、MP ちょっと増やしたいな。 MP プラス10、あプラス3か、あプラス10か。でこれが、まあこれはいいか。ちょっとさっきも取ったからな。ちょっとスキル、違うスキル開けよう。探検無知、この辺ってだから無知を装備していないと意味がないんだよね。格闘もね、格闘的な、あ、この辺はだから何の装備もなくてもいけるのか。素で攻撃時、石つぶて。あ、石つぶて良さそうね、なんかね。石つぶてありっちゃありか。縦スキルもさっき見たけども、装備は縦 してるかな、してんのかな。まあいいか。まあでも、この辺はでもちょっとな、欲しいな。片手剣、両手剣。あ、いっぱいあるんだけどね。まあ、縦スキルいくか、一個。シールドアタックを。で、これであと何歩、これ終わりか。よし、これでいこう。何が正解か分かんないけど、これも旅の面白さということで。ハイマジシャン。ハイマジシャン。これで全部ね、あれだから。じゃあ、行きましょうかね。クエスト。あー、そっか。毒か。毒は続くんだ。毒だけ回復しとこう。ということで、今からダイジャンとこ行きましょうかね。ダイジャの巣がここ。あー、でもだから、ここに行くにはどうやって行ったらいいんだ。こう行ってこうか。これ出したまま行こうかな。出したのとあれか。この辺はもうちょっと、もう雑魚キャラはいいから、これ一応行ってんだよね。だからこっちか。こう行って、なんて分かりやすい道案内。多分宝箱は全部取ったと思うから、もうあとはね、あれ、ダイジャの巣に行くまででいいか。なんならダイジャの巣の近くでレベル上げしとけばよかったな。そうだよな、あんまりこれしかめっちゃ遠いとこからまた俺もねスタートしたんで。もう宝箱ないよな、一応見ながら行くけど。でここがちょっと目が痛い、ちょっと画面が近いから目が痛い。あれ、アイテム取ってなかったか、これ。
取ってるか。ここがそして大事なスですね。はい、行きましょう。ここでボス戦が目が痛いな。ちょっとモニター近いか、ちょっと。さあ、おそらくボス戦ですね、ここから。お麦。おお、大じゃ。なんか、ん？もうボス戦？闇わらし。あれダイジャじゃなくて闇わらし？まずこの、あ、ダイジャ、ちょ、こっちってんのか、まず。ラリホーいいよ。敵全体覚えたらでかいよな。ラリホーでとりあえず1体、とりあえず眠らせてみるか。ラリホー、よし。ラリホーでかいな、覚えたの。よしよし。さすがにいきなり1対3は分が悪いか、6か。いや、ちょっと毒の息はな、まずいな。よしよし。ちゅうか、毒消し草みたいなの持ってくればよかったな。これでも攻めよう。イオでどんどん行こう。イオでなんぼ行く ?33、33。まあまあ、はいはいはい。まあ、こいつはね、もう1匹は眠らせてもいいかな。あーやだね。もうちょっとあんまり無視も一体だから、あんま無視もできないよな。これ銃食らうもんな、もう一発って。さすがにまだ落ちないか。いきなり1対3きついな、最初から。打撃で7か。あー、いいですね。で、打撃で7でこれきつい。あ、でも結構食らってんな。もうもうだって、あとちょっとで押し切るじゃんこれ。よしよしよし。おお、気持ちいい。なんて気持ちの良い。よしよし。でもどうせダイジャーがここは敵なんでしょ。300ポイントレベル上がるなこれ。よし、こっからどうせダイジャーが、よっしゃ、ダイジャーがね、これ前座でしょ、前座。こっからまだダイジャー戦があるんでしょ、どうせ。っていうことでダイジャー戦なのかでいいのか。来た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 。こっちが本丸でしょ絶対。じゃなかったらさすがに強くなりすぎた感がある。うん、いや気持ちいい、いや気持ちいい。うん、何？ブクレットの村の仲間プディンから、ああ、親を奪い笑顔を奪った汚れの大蛇。過去の記憶ね。3年連続園芸グランプリチャンピオン、この僕がお前を。え、あ、こういうあれだったんだ。やだやだ、エイド様の命令じゃなきゃこんな怖いところ絶対に来ませんよ、うん、エイドス。迷い込んだ旅人はいませんよね。いないことにして。あちゃ、あれ、エイドスって誰だっけ。あれ記憶いないの、本当に。エイドスって誰だ、村長か誰かだっけ。あ、違う、あれか、賢者みたいな、あれか、人間か。ああ、こりゃあもうまだ若いのにかわいそうにな。うん、もう少し私が早く来てればエイドス様の魔除けのおかげで助かったかもしれないのに、うん、あんた運がなかったな。結構な金持ちじゃないか。え？お前なんだこりゃ。フィリップ秘伝のネタ帳、これはいらないと。お前ちょっと待って。おい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 、芸人にとっては魂じゃないか、ね、ネタ帳なんて。おい、お前か、貴様か、ルーラストーン。そうかそうか、きっとオルフェアの町で名を上げるつもりだったんだね。おいおい、それがこんなところで死んじまってさぞや無念だろう。あ、通した。お金とルーラストーンはあんたの分まで私が使ってあげる。だから化けて出るんじゃないよ。
きっとプクレットの村の人だろう。私があんたを故郷に連れて帰ってあげるよ。あれ、お前のこと、いいやつだって言ったぞ、確か。どっかのパートで。いいやつそうだって言ったんな。あ。なんだ。可愛いけど、これが いずこへ？え？終わり？ん？あれ？あれもう俺こっからまたボス戦があるって思ったんだけども、マジで。あ、もうないの？ならちょっと強くなりすぎたか。あんまり強くなりすぎるのは嫌だっちゅう話は前にしたんだけど、いやこれも、え？え？でも出るのこれ。ん？え、なんもねえな。本当に？え、マジで？本当なんもないの？なんもな、え？じゃ、帰りますよ。え？お、本当に？最後のあの映像もよくわからなかった。大蛇は何を見せたんだ？なら、じゃあ、ルーラストーンで戻ります。なんか、あ、戻れるんだ。戻れるの？なんかこうルーラ使っちゃいけないタイミングで使うと、ほらなんか今はなんか使う時ではないとか、なんかね、なんか不思議な力で書き消されたみたいな出るけど、戻れちゃったね。あれでよかったのか、戻ってよかったのか。果たして、じゃちょっとピリッポの家に行きましょうか。これでイベントかなんかないな。あれば、ん？ここじゃない。これでなんかイベントが進めば帰ってきてよかったんだろうけど、ここか。おお、無事にお帰りみたいだな。ああ、やっぱイベントが進むからいいんだ。大ちゃんは倒せたのか。なんかやばい、強くなりすぎてしまった。おい、戦いの結末を最初に聞く権利はプディンにある。俺はその後でいいよ。そうそう、プディンならさっき商人のテルツキンさんが呼びに来て、賢者エイドスの祠へ出かけた。このテルツキンだよ、テルツキン。お前も二人を追いかけて、プディンにちゃんと元気に帰ったって教えてやれよ。な。ティルツキンとちょっと燃やしてやらんとな。そうか、ティルツキンを燃やすための魔法か。なるほどね。ティルツキンをやるための我々は魔法を蓄えていたんですね。もしくはラリホーで永眠させるか。いや、ラリホーで永眠の方がいいな。やつを、あー、ちょっと方向音痴が炸裂してる。
ほう、じゃあエイドスさんのとこ行きましょうかね。ちょっとな、許せんな、テルツキの野郎。さあ、ということで賢者のとこまで来ました。さあ、貴様を今から永眠させてやろう。そもそもわしが命じたのは、汚れの谷へ迷い込む旅人がいないか馬車で見回り、もしもの時は助けてやれということ、うん、馬車に魔物よけのまじないを施してやったのもそのためだぞ。ごめんなさいってば。うん、ルーラストーンか。それだけではあるまい。金は使い込んだのだな。お、さすがは賢者様、よくお分かりでございますね。というわけだ。よし、貴様燃やしてやろう。あ、火炙りがいいか、氷漬けがいいか、ラリホーで永眠がいいか、さあ選ぶがいい。不肖の弟子の無礼、誠に申し訳ない。さあ、これがお前のルーラストーンだ。返してもらったって言われてもな。うん、そう、それは返そう。そうか、こやつが再び命を落としそうになった時、白き光が汚れの大蛇を退けたか、うん、僕も見たよ。遠くの山の向こうから真っ白い光が伸びて空いっぱいに広がったんだ、うん、やはりな、わしの目に狂いはなかったようじゃ、うん、白き光は伝説の勇者が覚醒した証。陶器レンダーシアより放たれし者、お前には宿命がある。だからこそ死すべき運命より逃れたのだ、うん、選ばれし者よ。ほうほうほう、選ばれし、自分でも分かっているのだろう。お前の肉体と魂は別のものだと。エイドス、なぜそれを。まだ詳しいことは分からぬが、昔の姿、死んだ者の肉体にお前の魂が入り込み生き返ったということは、お前にまだ何らかの役目がある、うん、ということだ。どうした。じゃあ、僕を元気づけてくれたチャンピオンは汚れの大蛇に殺されたんだね。うん、そういうことだね。まあ、こうやって中の人が変わってケロッと生き返ってますけどね。ぬいぐるみみたいに言うのよ、人がな。もはやこの肉体の主は蘇らぬが、お前は奴のおかげで生き返り、こうしてここにいる、うん、せめていつかこやつが背負っていた夢を代わりに叶えてやってくれ、うん。さて、わしは勇者の覚醒について調べるためしばらく旅に出るぞ、うん、そうだな、プクレットの村の連中がまたいたずらしに来るかもしれん。身代わりを置いていくことにしよう。おお、うん、すげえ。これでよし。最後に予言をしてやろう。お前はいずれ宿命に導かれるままに、何故自分が生き返ったのかを知るだろう、うん、まずは5つの大陸を旅してみるといい。心のまま歩め。いずれ宿命がお前を捕まえる。嫌だと言っても逃れることはできんぞ。ほう、この予言に免じて、アホな不肖の弟子のことを許してやってくれ。では達者でな。いつの日か再び我らは巡り合うだろう。またどっかで会えるのかな。お師匠様、行っちゃいましたね。いや、俺はお前を許してないよ。エイド
ス様の話は難しくてよくわからなかったんですが、とりあえず汚れの谷の見回りはもういらないみたいですから、私はオルフェアの町へ行こうと思います。オルフェア、あっちで真面目に商売をやり直しますよ。本当にご迷惑をおかけしました。プディンさんは私の馬車でプクレットの村まで送っていきますんで、ご心配なく。さあプディンさん、行きましょう。頼むぞ。チャンピオンはいずれ世界の中心レンダーシアに渡って最高の面白演技を極めるんだって言ってた、うん、それが自分の夢だって、うん、僕先に村に戻ってるね。なるほどね。なんか、切ないな。この辺なんか物落ちてないかな。留守番4号、留守番エイドス4号、へえ。1号、2号、3号がいるんだじゃん。なんだろうな、この先なんかあるんだろうな。だからなんかね、なんか裏ボスのあれなのかな、それともラスボスのあれなのかな。ということでございまして、なんかあっさりボスを倒してしまったんで、ちょっとレベル上げはしばらくやめておこうかなって。あんまりああいう展開好きじゃないんですよね。ギリギリで生きていたいんだ僕は。ということで一旦切りましょうかね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。さよなら。